あいちゃん、これ五の風船が飛んでってんねんけど。おはようございます。おはようございます。さあ着きました、あやちゃん。どう？見えてきた？もうすぐこっちに公園がな、さっきバスの中で見えてんけど、うん、もうやってた。やってた？うん。っていうか、ここはボルドーでございます。そう、ボルドーやねんけど、うん、全く観光地とかない、うん、ほんまにあのボルドーからちょっと郊外に行った、うん、飲みの市、はい、まあほぼフリーマーケットですね。やった、こう後ろに書いてるやつやんな。これは違いますね。あ、違う。これはクレープ屋さんの看板でございます。違った。すごい。バー&クレープに書いてる。違うかった。いや、向こうで今ね、そう、開催してるっぽい。町の市役所が開催している公園でフリーマーケットしましょうみたいなやつやから、うん、もう超ゆるいと思うんで、はい、だからそこでまたおばあちゃんが使ってたお皿よっていうのを探しに行きましょうか。パリ以外の飲みの市来てみたかったから。そうやんな。楽しみ。楽しみです。じゃあ行きましょうか。はい、お願いします。マシアイビデオ。おお、なんかもうめっちゃ田舎のフリーマーケットって感じ。いいねー。おお、早速あやちゃん見て。なんか可愛いの売ってるで。めっちゃ可愛いな。わあ、服もなんか緩い感じ。ファッションとか売ってる。可愛いやん。可愛いな。濡れてる。ちょっと汗でしっとりしてる。朝露かな。あ、こっちもあるぞ。あ、雰囲気いいね。あ、はい。これ可愛い。ああ。なんかでもちょっと和っぽい。あ、前なんか前買ったやつにすごい似てる。え、めっちゃいいやん。え、見てこのカップ。ハッピーしてー。なんか見たことあるぞ。なんかアーノルドのところにありそうな。うん、あ、かわいい。いや、これいいでしょう。パンツ。あ、トント。トント。30ユーロ？まあまあやな。トント入られて。え、でしょ。あー、ヒップホップ。うえー。あ、フィッシュ。ヒップホップ。ポスレンヌ。ポスレンヌ。はい。これもちょっと見たいな。シップホイガルでサウシ。わあ。売ってる？うん。あ、それも綺麗やね。わあ、セビア。俺こっちの方が好きかも。うん、可愛い。ここちょっと割れてるけど。それ有名な有名なやつやな。これいくらやろな。そしておし、セアンサンブル。Oui, ça c'est l'ensemble. Et là, ici, vous avez vu là ici.C'est cassé là. Ah, d'accord. Ah, déjà utilisé beaucoup. C'est tout là, lait. Ça, c'est pour le lait. Voilà. Ça, c'est le café, le lait et le sucre. D'accord. Ah, かわいいな、それも。かわいい。ああ、いい悩む。いいね。いいね。でもグラスがないんか。まあ、それは、セコミアサ、ルセット。Thank you. Thank you, go. いいじゃん。安い。安いな。めっちゃ安い。顔。顔。顔。はい。どっち？こっち。こっち？うん。あ、じゃあジポスルブプレ。ジポスシルブプレ。はい。早速ゲットしました。メスボク。ボジョネ。すごい。これはセットで30って言ってましたよ。おお。うん。可愛い。あ、じゃあ箱ごと入ってます。そう。ちょっと発光。あ、タクちゃんが後ろにおる。あ、バレた。アベックタク。あ、ウェイ。あ、ウェイ。見て。めっちゃほら。いいよ。お掃除セット売ってるわ。あ、見て、ドラゴンボールのビデオ。フル。うわー。あ、見て。ほら、ハム切る機械。薄く切ってくれるやつやな。すごい。ちょっと待って、ドラゴンベッド。うわ。ここがおもろいよな。見て、全部おもちゃ。すごい。すごい。ピアノ持ってる。ピアノとか、これはあれやね、13日の金曜日系ね。初めてこんな売ってるの見た。自転車とか売ってるのおもろない？新しい。やっぱあれやな、地元系やからさ、うん、こうみんなやっぱ使うやん。うんうんうん、だから売れるんやろな。うわぁ、面白い。やば。ここも見てや、あ、バズがある、バズ。ウルトラマンおらん？あーちゃん、ウルトラマン好きやもんな。おらんよ。おらん。髪の毛染めたりするやつか。多分そのおしゃれ使ってあげたりとか。数々の女子たちがこれで遊んできたんやな。そうなんや、ね。あ、見て、学ゾーン。学ゾーンや。ちょっと学も最近またね、熱が。ね、あ、でも
けどこれ10ユーロやで。まあまあ安いな。まあまあ安いじゃん。キブリットがあって、はい、あ、前あやちゃんが見つけたインク入れやん。すげえ、かっこいい。これもちょっと雰囲気違う。うわあ、取れるんや、洗える。あ、聞いてみる。それえ、これはインクない。それかっこいいな。こことか取れるんかな。うん、これめっちゃかわいい。このフォークめっちゃディティールかっこいいな。好き。うん、汚れてなかったら。そう、洗わんといけんな。ちゃんとしてたらすごいいいなって。でも確かに王将とかで使われてそうな。おいしょ、うん、じゃあまあそれだけ聞いてみようか。これでも何ユーロ？分からん。2ユーロぐらいじゃないと嫌じゃない？確かに。ボスボスやし。取れるんかな汚れ。セビラシルフィビトゴ。ビトゴ。ビトゴ。あ、結構するな。ああ、だか。ちょっと高いな。8か。セQu'est-ce que c'est ça? C'est pour quoi? Ça c'est un, c'est pour mettre du sel, du poivre. Okay. C'est une salière.、Hein.ああ、残りマツコ無理でな、インサダ。まあでも、あれ気に入ってんやったら買ったら。何倍だっけ？シツ？シズゴ？セツゴ？セツシツ？シズゴあれ。シズゴ？六ユーロ？六ユーロやったら。オッケーオッケー。オッケー。あれ。ええし。六ユーロやな。六ユーロ。さっきの5ユーロやからすごい。そやな。さっきの5ユーロで。安かったからちょっとあれやんな。はい、じゃあ2個目ゲットでーす。ゲットでーす。インク入れを買いました。はい。でしたね。おい。プラスがなかなか見つかれへんよね。あ、あいちゃん布ゾーン来た。布や布。うわすごい。メッシほら、なんかあれやんな、ベールやんな。ベール、もうほんまやな、ベールレベルやな。かわいい。何これ。あ、すごい。あ、いいやん。えあー、かわいい。これのあれがめっちゃ綺麗よな。これなんかこれぐらいのサイズの窓とかに窓影が可愛いと思うねんな、この。でも結構何でも可愛い影。これなんぼなんやろな、とりあえず。マダムカってコンビアサック製作館ça dépend 5 euros oui 3 euros les petits d'accord par exemple ça c'est 5 euros oh、わあ、それも綺麗やな。ここのさ、うん、このアンテナがすごいよな。確かに。これドレスみたいじゃない？わあ、見て、これもかわいい。これもいいね。ラフランスフェデボーストゥケ。うわ、エッグ、かわいい。めっちゃいい。行こう。もうこれ20ユーロ、30ユーロ行こうか。行こう。これ飲みのうちに出す。これはいい。こんだけ今買うことに決めました。あと1個ぐらいかな。じゃあ先にしよう。決めた。オッケー。じゃああやちゃん、それとメッシマダーム、セジョンティ。さあ今度はレス山盛りゲットだぜ。買いました。はい。さあ続きましていきましょう。ここは道具。もうあやちゃんもう40ユーロ使いました。帰ろうか。大満足やな、もはや。大丈夫かなみたいな。あ、かわいい。かわいい、ありな。ありやな。これもかわいいよな、王冠みたいな。あ、うん、かわいい、それも。これ私がでっかいから、マッシュのあれちゃう。ちっちゃいサイズ。バリ女子じゃない、大丈夫。こっちの方がまだマシか。これちっちゃかったで。小指が入るな。いやいや、これも。あ、女子か。女子感が。うわ、マッチ山盛りやな。あ、で、ビジューがいっぱい、アクセサリー。わー、アラビア王朝のような。すごい。おお、なんか男の心をくすぐるナイフたちやな。だってバッチライター。おお多いな。すげえピッカピカ。わすごいな。これはちょっと手出せへんけど。わあ、かわいい。すげえ。すごい、これトントンってやつかな。そうやな。かわいい。いいな。うん、このあれもいいな。これもめっちゃ気になる。あー、取っ手や。取っ手とかあれじゃない、あれや、先っぽや。リドの横とかじゃない。ピンジョサイサー、オセアネスカリーレスカリー、あ、コムサバイボタネ、オカベラボーミー。あー、ボワーゼカ。プレイアレレボールラ。
ドアノブじゃない、引き戸の。そうそうそう、だからマッシュ買ってたやん、こういうやつ、うん、それのこういうバードめっちゃ可愛くない？それいいやん、それじゃ使い道あると思うで。せやねん、聞いてみる。でも1個だけやからな。あ、だからあのこれよくすごい可愛い。1個扉のやつとかね、ちょうどいいよな。これ何？それは回すやつ、うん、これもそうやんな。あ、ほんま、あー、すごーい、重っ。そう、めっちゃ重い、重っ。こういう感じで引っつくんやんな。へえー、そういうことか、うん、こういうのもめっちゃ可愛いよな。うん、そそるわ。いやー、そそるわ、そそるわ。私コンビニさ、最高号。どうする？オッケー、買う？買いましょう。おい、チップオンシールプレイ。ちょっと地方に来て今テンション上がってて財布の紐がゆるゆるです。イベントみたいになってる、うんうん、確かにこれより高い。あ、ごひこ楽しんでるいいね、かわいい。わあ、これはカップやん。あ、ほんまや。へえー、セットやん。これお水入れで可愛くない？うん、いいと思う。軽っ。あ、軽っ。あ、でも、あ、そうやね、ルンヌビルやもん。ルンヌビルのやつや、でもちょっとなんか、デズゴ？あ、違うか。これでも水ぐらいにはいいよな。え、俺可愛いと思うで。あり？うん。ちょっとなんか、ボッタイかな。どうやろう、可愛いかな。ちょっと待ってみて。カフェウテ？あー、キャフェオシ？ドロウシ？どうしてボッサー？おい。あー、コンビアンサー？3ユーロ。キャット？あ、3ユーロ。なんで？買っとこうか。一本差し入れて。さあ、どんどん増えてきますね。メッシー、ボンジャンネー。はい、じゃあ続いてルンヌビルのちっちゃいティーグラス、不思議な形のやつをゲットしました。やっぱり俺は食器を買ってしまう。うん、でもやっぱいいものいっぱいあるな。パリより見つかりやすい気がする。これ何？焼いたやつ。ピザ？違うか。パン？オーブンから出すやつかな。揚げ物？これ買いましたって言ってアップしてる。どうしたってないですね。でもなんか可愛い見た目。あ、でも大きいスープの確かに。あ、テーブル売ってる。あ、わあ、グラスめっちゃ売ってる。あ、狙い目かも。あ、わあ、あら、綺麗やな。あ、見てこの机。あ、すごい。可愛らしいね。いい模様。これはあれやん。あの鏡を見たら。そうね。机って言ったらいい。あ、なんかゲットした？ゲットした？お、ゲットした？ゲットした？あ、可愛い。あ、いいやん。すごい。めっちゃ可愛い。素敵素敵。横のおじいちゃんがずっと見てて、うん、譲ってくれた。私がすごい。あ、かわいいってなって。え、めっちゃかわいい。いくらやった？1ユーロ。最高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 。完璧やん。1ユーロでこれは。あ、いい。あ、いい。え、この形めっちゃすごいな。めっちゃかわいい。緑かわいい。見たことないな。はい、赤しかない。僕ら赤しか見つけてないから。おばちゃんもセジョリーって言って、うん、これは買い逃したらあかん。あ、天才。天才、完璧。ブラボー。ブラボー、ブラボー。しかも安く手に入れて。1ユーロやもん。何これ。こんなあるんや。すげえ。かっこいい。かっこいい。見て。うわー。これ多分ついてたよ。セクワサケスクメトサ。あ、ブテイユコムサ。あ、だっこラッパーエグザンプルルバンバン。あ、バン。あ、オフェジズゴ。あ、ジズゴ。で、アンサンブル。アンシアン。ウェイウェイ。シルバーもいつか欲しいねんけどな。よいしょ。わあ。なかなか見つかれへんよな。すごい、卵のやつな。やばい、これなんたら王朝が。王朝系やな。いかがでしょうか。いいやつ。これもうついてるやん、ほら。あ、もうもうアスパラ付きです。これあれだよね、ここソース受けみたいなんで。アスパラで区切ってる。素晴らしい。ここのお店面白いね。ここはあれじゃん、ほら、フィギュア系。あ、タートルズやん。ほんまや、タートルズ、スパイダーマン。うわ、昔こういうの持ってたで。亀になんねん、変形質。
しいんかな。なあ。これしても見てこのボン入れ可愛いかも。確かに。いいかな。おお。可愛い。可愛いね。あ、いいや。あ、軽っ。あ、いいやん。コムサ。ちょっと割れてるここ。可愛いかも。これも結構可愛い。いいな。どうやろう。マークなんもマークない多分どっかで買ってきはったんちゃうか。え、c'est pas cher. Et si vous voulez les 2-3 euros. 2-3 euros? ああ、みーちゃん。続いてはお盆をゲットしました。そう、古いのかもよくわかんないって言ったけど、可愛かった。入らない。あ、すげえ。あ、来たこれ。でもプリントちょっと歪んでな。歪んでる？でもいいんじゃん。あ、かわいい。うん、これかわいい。かわいい。こうか。うん、オムライスはちっちゃいな。オムライスはちょっとちっちゃい。子供用。卵焼きか。いる？どう？でも色味はめっちゃ好き。ああ、そっか。かわいいよ。でもかわいいよ、かわいい。色味。ボンジュマダン。セコンビアンサイ。2-4. Sur internet, ouais, le Bertrand Bordeaux, ça, ça vaut très cher. J'avais tout le service comme ça. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci. Merci. Au revoir. Attends. Ah, mais t'es con, la cava, il fait ton mal. Ah, petit, petit. Ah, quoi, mon kiré. Kiré, Yana. C'est bon. Ah, tu connais ça, mon petit, c'est qui, Yana. Ah, on m'a, Yana. T'es bien, c'est Yana. Y'a pas. Vite, tu veux, Yana, y'a c'est. T'as dit quoi?残りに引くんちゃん。何？なんかの箱やな。ミニティエディションって書いてあるな。コニャックやった。コニャック。あ、コニャックなんで。サンプルとかちっちゃいやつ。ミニボトルのやつや。かわいい。いっぱいあるやん。中身なし。あ、ああ食材がある。ほんまやな。あのちっちゃい食材かわいいな。これすげえ。なんか。うわあ。濃厚やな。なぬ？なぬってなってる。なんなんやろ。あ、まだ。あれも可愛いじゃないですか。え、これは可愛いの？え、可愛い。え、普通に可愛いやん。ちょっと割れてるけど。そうだ。あ、足つきでも。あ、じゃあ深いんや。あ、いいかも。触覚が軽くて。確かに緑ないけど。悩んで3つ買うか。でもちょっとそうやな。まあな。兄弟みたいでお揃いやなと思ったけど。これにだってサラダ入れて。確かに確かに。であっちにメイン乗せて、でちっちゃいのにデザートとかで並べたりしたらめっちゃ食卓は可愛くなると思う。で割れてんのとかは自分が使う分には傷まで好きになれたら気にならなくなるとは思う。ただ毎回見ても気になるんやったら多分気になるやな。そこは俺は結構気にならないタイプやから傷ついててもずっとお気に入りで。結構傷ついてるから雑に扱えるからちょっと気楽さも。そうそうそう、割れても諦めれる。毎回消毒に使ってもめっちゃ悩んだ。サラダサラ、え、買っといたら、うん、これめっちゃ可愛いと思う。これはまだ見かけたことない。なんか店員さん2人おる感じになってんねんけど大丈夫？なぜか俺らが勧めるみたいな。お姉ちゃん今これの出会いは今しかないよみたいな。1は安いよ。うん、いっちゃいな、いっちゃいな。めっちゃ安い。安い。1はないよな。じゃあ行きます。あの場で。朝から撮ってる。朝から撮ってるから。楽しいやつ。タクチューブやから。タクチューブ。割れてる。めっちゃ倉庫にあったんやな、これ。ボソボソ。ボロボロですね。あ、あの机や。45ユーロ。かわいいよな。やっぱ欲しいな。かわいい。めっちゃ欲しいな。持って帰られ。あ、セブレ？おー。え、ほら。マジ？持ってきてる。すごいやん。
Elle était à combien? Elle était à 45, je l'avais mis. Bon, la met à 60. Hein. Voilà. Et personne ne réagissait, hein. Personne ne disait rien. C'est ça le mieux, hein. Non. 45. Allez, 35. 35. 35 euros. Yes. Oh, c'est pas cher. Mais un peu le. Parce qu'on habite à Paris, donc. Comme ça. Comme ça, vous la prenez. Ouais. Comme ça, et TGV. Non, c'est pas. Ok. Dans le train, ça passe, hein. Mais un peu difficile. Merci, d'accord. Merci. さっきのお皿とかめっちゃ合うか。合うわ。あ、いいね。めっちゃ可愛くない？あ、めっちゃ合う。で、二人でご飯。ここにあとろうそくのあれがあったらもう完璧やん。あ、めっちゃいいな。もう可愛いな。いいサムネや。いや、もういいサムネ。これテーブルとかめっちゃ合うからいい。いいな。これこれ沼。はい、ジョリー。やねんけど、あー、確かにな。それがカフェって言うかったらいいな。せやな。あ、なんかすごくないこれ。そう、これなんですよ。しかもね、シャトー。そう、90。これ、買うべきかな、これ。あ、一番すごくないほら、5本級クラスドガーブ。92年があるんですよ、これ。あ、誕生日のやつ。僕らも92なんで。それいるって言っちゃって。何使うかやな。これワイン好きの人にプレゼントにめっちゃいいと思うわ。あー、多分そうでしょうね。うん。あ、ゆきよさん。あー、ゆきよさん。誕生日知らん。誕生日知らん。はい、たくちゃんは。たくちゃん、ゲット。ありがとう。いいじゃん、92年。ね、誕生日年のワインの。ストーリーがね。ストーリーが大事やから。これ1枚1ユーロやって。え、めっちゃ安くない？安いな。これは、顔。顔か。3枚ずつぐらい買うか、4枚。うん、4枚持って帰れるかな。あ、無理かな。ちょっと選ぼうか。選びます。たくちゃん、今からフリット行きますか。行っちゃいますか。これ多分もういいフリットですね。間違いない、間違いない。もうこれ絶対うまい。もう業務用スーパーで大量に買ったフリットやな。おばちゃんがいいっすね。なんか地域の運動会の、 あの商店街の人たちがみんな。確かに。それやわ。サンドイッチも ね、美味しそう。あ、なんか美味しいの食べてる。まだソーセージにたどり着いてない。もう言ってる。そう、なんかフリットとサンドイッチが売ってたので買いました。フリットサクサク系美味しい。うん、そう、ちょっとしたお昼ご飯ですね。うん、見てください、あれだよ。ピクニック気分で。あったかなったね。じゃあちょっとお昼食べて、はい、休憩してから帰りたいと思います。あ、なので今日もこれを食べ終わって家に戻りましたら紹介動画を撮りますんで。あ、そうですね、はい、楽しみに。いっぱい買いましたね今日。かなり買ったんで、うん、まあ、ほぼ俺のかましか映ってないけどね。じゃあね。じゃあせーの。それではご視聴ありがとうございました。オーバーアビアント。いただきます。美味しい。
Thank you.